ロシアがウクライナに侵攻した際、中国版 TikTok 動員は小学生に対する洗脳教育を行い、ウクライナをドラムスコと呼ぶ短編動画を放映した。最近、 動員に投稿されたこの動画では顔を出していない女性教師が教室にいる数十人の6年生に向かってウクライナはかつて20世紀末に旧ソ連最大の軍事遺産を受け継ぐ最も豊かな国だったがドラ息子になりその結果最も残念な国になったと熱く語っている画像を分析するとこの動画は意図的に特別に作成された可能性があると思われる。 動画の中で教師は自分自身に話しかけるだけでなく、ウクライナが旧ソ連から受け継いだ遺産は何かと生徒たちに順番に答えさせ、この事件から何を学んだかとの問いに生徒たちは決まり文句を回答していた。時事評論家の李延明氏は大起源に、中国共産党中共は様々な世論の形式を通じて中国人を洗脳し、進路、反米のレトリックで強化し、 ウクライナは新欧米のため災難に見舞われていると人々を騙している。ラジオ、テレビ、インターネットなどのメディアに加えて学校教育も利用し、小学生でさえも見逃さないと語った。この動画の内容は中国の新しいウェブサイト、点々観点に掲載された論説と酷似しており、洗脳素材として使われたことが分かった。 この論説によると、ウクライナは1991年12月25日のソ連崩壊時に南部設計局や国会造船所など世界有数の軍事工場や核兵器庫などから大量の兵器を受け取っていたが、欧米の策略のもと、ウクライナは自主的に武器を手放したり破棄したりして、結局最も残念な国になってしまったと示している。 公開情報によると、ウクライナ独立後の1994年12月5日、ブダペストでアメリカのクリントン大統領、ロシアのエリツィン大統領、イギリスのメジャー首相、ウクライナのレオニード・クチマ大統領が、それぞれブダペスト各所に署名した。この各所では、ウクライナが核兵器を放棄し、 各拡散防止条約に加盟する限り、アメリカ、イギリス、ロシアはウクライナの安全を保障すること、ウクライナの独立、主権、既存の国境を尊重すること、ウクライナの領土保全と政治的独立に対する武力行使や威嚇を行わないこと、ウクライナの政治に影響を与えるために経済圧力を行使しないこと、 ウクライナが侵略されたり核兵器の脅威にさらされた場合核兵器の不拡散に関する条約に基づく国連安全保障理事会に助けを求めることができるなどの規定を定めている李延明氏はプーチン氏は欧米が北京冬季オリンピックをボイコットする中オリンピックに参加した唯一の VIP として中共を擁護することを示したが 中共はロシア・ウクライナ戦争を勃発後、ロシアを明確に支持している。ロシアと中国の間で何らかの密約を結んだに違いない。事実上欧米の封じ込めを背景に互いに歩み寄っているのである。同時にそれぞれの主枠もあると述べた。